いやハロー、どうもこんにちは、どうもマジラジオギニハマーでございます。はい、ただいま11月16日の12時55分になりました。さあ今日はね、あの10月17日に、響きウフォニアムの聖地巡礼、まあ、案内してくださいということで、まあ、あの会ってからね分かったんですけども、高校生の男子ですね、3年生、なんかもう進路も決まってるらしいんで、ちょっと余裕があると。で、今日あのその時アクトパルージという、ね、場所があって、響きウフォニアムでは2期2話と3話、2期2話が、戸惑いフルート、2期3話が、悩めるノクターンですね。で出てくる、合宿所があるんですね。夏合宿、8月17、18、19と3日間北宇治高校が泊まった。でそこはやっぱ聖地の中でも一つだけズバ抜けて離れてるんで、公式のパンフレットとかにもね、片道タクシーで3000円、タクシーで3000円かかると、これ行けないってことで、今日火曜日です、学校が休みらしいんで、僕がね、連れていくことになりまして、よし、今から迎えに行きます。今日はちょっとね、初めてその憧れの地に行くということで、リアクション取らせてくれる言ってますんでね。はい、ってことで、行ってきたいと思います。行ってきます。はい、こんにちは。ちょっとね、今合流したんで、声だけで出てもらいます。じゃあ今からアクトパルに初めて行く心境を一言どうぞ。はい、めっちゃ楽しみです。楽しみです。溝根先輩の、あの、座ってたベンチとかを、実際見て、楽しみたいと思います。行こう、よし行こう。行きまーす。はい、どうもー。今で29分経ったか。はい、今、京阪宇治駅を出て29分経ちました。さあ、間もなくアクトパル宇治。UFO のね、2期の2話と3話で、あと、誓いのフィナーレでね、出てまいります。合宿所ですね。ちなみに、アニメ本編で出てくるのは8月17日、18日、19日という3日間です、これは2期1話でね、黒板に滝先生が日付を書いてるんで、そこで分かりますね。誰が見てんねん、そこまで。見てた？あ、見てないです。あ、見てないか。見てないです。ちなみにあの、そこで配られるプリントにもちゃんと載ってるからね。いや、まあ、あれ、関西大会いつですか？関西が8月27日。あの、これもプリント載ってんねん。プリントをよく見てたら分かる。あの、練習表のやつですね。そうそう。そう。あの2期の1話で配られるやつに、その合宿の3日間と、その関西大会がいつかっていうのは載ってる。確か水曜日違ったかな、8月27日の、うん、ちょっと一応そこまでチェックはしててんけど、ちょっと待って、押すの早かったわどこで変なんですかね。もうちょいもうほんまにほんまにもうちょいまあまあいいや、編集で早くするわさあ、それではアクトパル宇治の初めて見た声をお聞きください。あの、うん、ここね。ですよね。ここ。どう？見覚えある？いや、見覚えあります。ある。だからそのままです。そのままね。そのままです。ちなみにここから、このカットが2期の最初。はい、このカット、大体このカット。この斜めからのカットです。そう、ここにバスが止まってんね、目の前に。さあ、それでは行ってみましょう。はい、はい、ということで今から案内します。はい、ここの道見覚えある？ここあります。はい、ここは何がどうなったとこかな。これは、2期の、第3話2話か3話やね。3話の何のシーンでしたっけ。ここ、久美子が朝歩いてるところ。あ、結局全然眠れなかったって言って、そう、音が聞こえてくるのがこの辺。だからこの辺で、もうちょい上か、振り向いたら分かる。はいはい、うん、景色はやっぱり秋なんでちょっと違いますね。そうやね。あとここ見たら分かるんじゃないか、この階段分かる、この左の階段。あ、これは分かります。誓いのフィナーレで、久美子と秀一があそこで集合してました。正解、はい、要は2人はここで、ね、そう。ちなみにここで、はい、はい、もうちょいかな、ちょっと待ってよ、はい、この道分かる、こう振り返ったらこのカット。いや、わかんないです。このカットは誓いのフィナーレで秀一が歩いてきてるんで、ここ。ああ、うん、こっちからこう歩いてきて。そう、ほんでここで久美子と合流してるから、ね。この辺ですよね。そう、この辺。階段の前なんで、多分。そう、で、久美子、この階段の3段目ぐらいに座ってるわ。ですよね。そう。ちなみにこのカットも映るしね。映りますね。そのカットは覚えてます。このこことここのつながりは。ここわかる？そこの通路。どこで出てくるか。そこの通路ですか？うん、この通路もこのカットぐらいでもう映ってるから。いや、わかんないです。これ2期の3話で夜中に久美子が抜け出した時にそこ歩いとんねん。ああ、うん。
そこも映ってるんですね。そこ映ってる。初耳です。うん、後でお見せしよう。ってことで、久美子はここをずっと歩いていくから。で、ちなみにこれも映ってるでしょ、このカット。これぐらいのカット映る。あそこの木の並びわかる。あの木の並び。1、2、3、4、5、5ぐらいなんで、うん。あれ映ってるし。へぇ、うん。よし、じゃあ行こう。じゃあちょっと進んでいきます。はい、今この道を歩いてきております。足元だけ映させてもらおう。はい、そして今から行くのが、こっち行こう。こっち。はい、こっち行こう。はい。はい、そして あの見える東屋。あれがトランペットね。はい、ですね。トランペットバートね。あっち向いてやってるやつですね。あ、そう、ね。あっち向いてやってるね。あっち向いて、後ろ姿が描写されてる。そう。こっち向いてる方ね。お、よく知ってるね。さすが詳しい。で、ちなみにあの、はい、目の前に見えてる階段が、はい、久美子が登った階段。あの、飛鳥先輩の階ですね。ユーフォニアム吹いてる時です。そう。はいはい、だ要は久美子はこの道を歩いてきてたはずなのに、いつの間にかこっちに入ってきてるのね。そう、この道行くとこうなるから、いつの間にか久美子こっちに入ってきて、だってあれ完全に階段登ってますもん。階段、うん、この目の前の階段をね、登ってるから。あ、今日小学生いるってことは遠足かな。で、はい、この階段登ったらもうあのシーンが見れるから。あれですね、飛鳥先輩。そうで、久美子はここを登ってくるわけですよ。これがトランペットバートのね、東屋ね。はい。さあ、じゃあちょっと登って、初めて見る。小学生でしょ、映せへんかんね。あー、すごい。ね。そのままっすよね。そのままでしょ。飛鳥先輩、あそこら辺ですか、吹いてるの。ど真ん中らへんやね。ですよね、ど真ん中らへん。ど真ん中らへん。あ、これそのままやな。やろ。めっちゃそのままっすね。めっちゃそのままでしょ。じゃあちょっと、飛鳥先輩と場所立ってみようか。うん、行こう。あの、必要だったら写真撮ってあげるわ。あっ、こっち向きですよね。どこっち向きだと思います、顔が多分。そう、あっち向き、そう、あっち向き。はい、ということで、これが飛鳥先輩がね、UFO 吹いてた場所ですね。はい、一旦切ります。はい、ということで、飛鳥先輩のね、UFO 吹いてた場所から、はい、今移動してきまして、はい、次はね、3話ですね。あ、どっちも3話か。はい、はい、どっちも2期3話やね。3話ね。二木さんは悩めるノクターン、ね、の、はい、ここを上がってくるとですね、さあ、どこに着くかと申しますと、名シーンです。モノマネ大会なんですかこれのところ、ね。うん、はい、もうすぐですね。ちょっと距離がありますが、あれが例の半合水産。そうそう、この辺で半合水産をやるから、これがね、土日とかに来ると半合水産やってるのよね。うん、ここ一応キャンプ場やから。さあ、そしてこの左上に続く坂を登ると、わーい、花火を振り回したら危ないようなとこね。いや、まだ見えないですけどね、ここから。そう、もうちょっと見えるから、うん、あれ、なんかやってる、もしかして。いや、あ、分かった、あれや、葉っぱぶっ飛ばしてんね、ブロワーで。うん、よかった。僕元植木職人やから、うん、あれやってたし。ああ、来たよ、はい、来たよ、これよ、これやで。ここですね。ここですよ。ああ、これです。ちょっといまいちピンとこへんかな。いや、来ます。来る。あの、久美子が座ってたベンチがどこってことか。ああ、あれはね、ここです。奥の右から2番目って分かりにくいな。今から行ってみよう。ちょっと今葉っぱぶっ飛ばす作業してはるけど、ていうか椅子がめっちゃ綺麗に並んでる。並んでますね。初めて見た、こんな綺麗に並んでるの。あ、これ動くんですね。動くね、簡単に動くから。そこ、これ、この正面なんですよ。これが、ここで久美子とレイナがね、やってるわけです。これは先生が、久美子と先生が座ってたら座れないですね。そうね。結構助かってる。そう、結構助かってるし。はい、ということで、ちょっとこういう感じになった。一回切ります。はい、ということで今ね、飛鳥先輩が、UFO 吹いてたとこと、花火ってみんなやったところ案内して、今、はい、今戻ってまいりましたね。さあ、今からついに中に入るよ。はい、ね、楽しみですね。はい、と、はい、うことで、ちょっとここは基本リアクションも何もないと思うから、うん、まあ一応入ってみましょう。あ、でちょっとここで名前書かなあかんし、はい、ここで名前書かなあかんし、一回切ります。はい、ではアクトからに入りましょう。はい、はい、あ、じゃあ消毒せないかんから、
よいしょ、ちょっと一旦携帯置きます。はい、消毒消毒。ちょっとね、ここで脱いで中に持っていかなきゃ。あと検温ね、検温検温。表面温度正常。はい、35.8度ですね、僕は。35.8度です。低いですね。ね、そう、いや、いつも俺35度5とかやから。よし、うわ、これは宿泊棟入れへん可能性大やぞ。これは宿泊棟入れへんかもしれん。ってことで、まずは、はい、じゃあ、まずは、職員に関係なく、行けるところをまず行こう。はい、まずもう見えてるね、あそこに。見えてますね。はい、行きましょう。ここ見覚えある？ここいや、わかんない。あ、ここわかんない。だ、あのね、ここはね、後でわかるから。じゃあちょっと、まずは、じゃあどうする？ほな、さっきパネルとレーナさん取っとく。オッケー、じゃあまずあれ取りに行きます。はい、一回切ります。体操服ないですね。体操服ない。ここ見覚えなし。こう見たらわかる。え、何のシーンかわかんない。だ、これがわかりやすいの。上行ったらわかるし。はい、ちょっと上に行きます。さっき2期の3話ですか？2期のね、2話。2話なんだ。あ、これね、そうそう、その辺から見たら分かる。じゃあ、ここが研修室やな。うん、ここ。この廊下で、喋ってる。で、これ映ってる、これ。研修室1ですね、はい。こういうカットで映ってる。3話の最初。これね、この辺からこう。こう見たらどう？いや、これ何のカットですか？カットですか？わかんない。はい、じゃあちょっと一回切ります。教えよう。はい、今からここ行きます。ちなみに、一番見たいところ？一番というか、あの、水落ちたもんね。水落ちない。そう、水のところは全部一番。あ、水のところ全部一番。オッケー、水のところ全部一番です。ということで、この階段はね、はい、ここです。あ、ここのもう一個下かな？あ、ここ。そのままですね。ここです。はい。これですよ。めっちゃそのままですね。これですね。その、あれ貼ってるやつが。あの貼ってるやつ邪魔やけど、これわかるかな？この、これ。はい、わかります。これが、そうそう、これが、あのスピーカーが、だから、こういう。スピーカーを斜めから隠しながら。だから、こういう感じなんやね、映ってるのが。はいはいはい。うん、こういう感じ。はい。ってことで、これがみぞれが練習。はい、写真撮ろう。はい、写真撮ってます。スピーカー機もね。はい、一回切ります。はい、ということで、今日は小学生たち林間学校来てるそうですので、先に部屋を案内しております。あ、もうすぐ見えるよ、みぞれのベンチが。じゃあ、初めてベンチ撮ってます。初めて、あそこは普通に行けるから。はい、ここ上がって通り抜けたらあるよ。ポイスの前。うん、これじゃないしね。これじゃないしね。ユウコナツキのところも近いです。ユウコナツキが。うん。ここはこうやって職員の方が案内してくれるんですよ。すごい親切です。じゃあこれを通り抜けて、はい、花の館ね。もうすぐに念願のみぞれベンチが見れるの。全然念願です、ね、ものすごく見たかったもんね。見たかった。先に、はい、はい、ちょっと、はい、ここがみぞれ先輩のベンチ。これ、完璧にそうですね。ね。クミコが家に持ってる。で、その辺でクミコが足トンってやられるから、ここでね。ここら辺ですね。そう。いや、けどこれ、あれですか、実際やったら、こうとか。そう、そんな感じで足トンってやられて、ヒャーってなるからね。あれ、吹き抜けじゃなかったですっけ、アニメだと。吹き抜けではない。あ、アニメでも隠れてますか？隠れてる。
あ、ありがとうございます。私外で待ってるので、はい、はい、すみません。またおられたら出てきます。はい、ありがとうございます。という感じで、ここの職員の方、めちゃめちゃ丁寧です。で、ここね、ちなみに、こっち、これね、こういうカットで映ってるの。はい、今一瞬のやつですね。で、もう一個、さっきちょっとここだけ言っとこう。ここ、ここが、久美子と、あの、レイナが、あの、滝先生、付き合ってなかったってっていう、はい、トイレ。これ、これ、ここ。そう、こっちとこっちですね。そう。こういう感じです。レイナがここで、クミコが奥です。その通り、はい、そうそう、こういう感じで映ってるし、はあはあ、うん、撮っていいんですか、中は。あ、撮っていい、撮りますね、うん、どうか、角度的にはこっちのカットありますよ。あれね、角度はね、外からやね。外からですか。うん、外からやね。この辺からちゃうかな。まあ、こだわらへんやったら適当でいいと思うけど、まあ、まあ、この毎日で動かしてやったらザックバランやな。全然ちょっと締めといて、はい、さあ、それではここからがね、はい、じゃあ行こうか。まず、はい、誰の部屋行きたい。いや、もうそれはクミコ、クミコレーナ。あ、なんでもいいです。ミゾレーナで行きましょう。クミコレーナで行く。はい、じゃあここがクミコレーナの部屋。あ、はあ、はいはいはい、ここね。で、ちょっと電気つけてみて。電気そこそこ。ここはクミコレーナの部屋。そこの障子が、ね、めっちゃ映ってる。で、ん？同時向きの向きはね、布団が、ここを立てる。そう。で、ここに。いや、待ってください。こっちにクミコレーナですね。そうやね。ですね、うん。そう。こうなってる。この部屋。写真撮っといた方がいいよ。はい、ここはクミコレーナの部屋。でもこのね、障子というかね、これアップで映りますかね、2期の、3話で。明るくなってくるときに。で、ここの隣が、はい、あ、いよいよ写真撮っていいよ、はい、お願いします、ね、さっきの職員の方は外で待ってくれてはるんで、で、隣がいいね、興奮してますねあ、いや、めっちゃいいっすね。めっちゃいいでしょ。これ初めて来たけど、ほんま感動したもん。で、電気消すよ。はい、全部消して。あ、堺雅子に言うと電気消すよ、はーいってクミコ言わなかったね。2期の10人はね。で、これ隣が、ここがね、OK、はい、ここが優子と、ここが優子とみぞれの部屋。はい、ね、これ2人部屋なんですか。違います、ね、全然2人部屋じゃない。あの、どんな、ちなみにね、どっちかな、はい、どっちかでみぞれが、髪乾かしてる、はい、で、このベッドの間が映ってんねん。ですね。で、優子がこっちかこっち、うん、あ、右側で。で、ちなみにこのカットも見覚えないかな。ちょっと、あ、わかります、わかる。あれですか、2期の13写真は、うん、おうおうおう、で、優子先輩が写真と動画撮られて怒ってきた。素晴らしい、そこわかんない、素晴らしいわそう、卒深いの時に優子がここで大あくびしてるのが映って香織先輩の目隠しをねそれわかんのすごいな。あ、なんかパッとこれ見た時に素晴らしい。はい、で、ここ、もうここ撮った方がいいよ。一回切ります。今これがね、のぞみぞシャワー、優子とみぞれの部屋ですが、はい、これベランダに出てくるとね、はい、このね、これ、この夏木が携帯いじってるシーン、これなんですわ、これ、ここ。ここはね、見たら分かる、この換気扇がちょっとだけ、この換気扇のこう室外機がちょっとだけ入ってる、これね。はい、これここですよ。はい、一旦切ります。今この花の館の中見させてもらって、今からはですね、はい、ここの階段ですね、案内するのは、はい、これどこかというと、これここですね、優子と夏希がね、あの夜中に言い合いしてるところなんですよ、ここはね。はい、ここ行ってみよう。はいですね、ね、で、久美子が隠れてる場所、はい、張り付いてる、そう、ここですね、ここですね、ね、こういう、ここですね、これ。ここ。なんですね。ここね。どう？まんま。まんま。じゃあ、もうどうぞ写真撮って。はい、撮りますね。はい、一旦切ります。はい、ということで、今からこのね、この今日、ね、猫好きじゃないわ、あの時。太郎猫じゃない。はい、YouTube、太郎猫じゃない、ちょいちょい来てくれてますけど、ここが一番見たいところらしいんでね。はい、この階段を降りたら。ということで、ちょっと同じ角度で見てもらった時に、果たしてどういう反応をするのかを。
見させていただきましょう。あの全然あのうおーとか言わんでし、あもうなんか作ったリアクションはしていかんからね。はい、ここもうつきます、ここにね、このシーン。クミコは ここでイヤホン聞いてて、はい、これどう？うわ。めっちゃ待ってて。いやめっちゃいいですね。ね、座る？座りたい。あ、じゃあ座ろう。ん？最初こっちやけど、どうぞはトントンもこっちやからこっちか。そうそう、ね、そう。ずっとそこ。そうですね。うわ。そこ。何か。どう座った感想は？なんかめっちゃ水鳥先輩を感じます。ああ、いいな。あとちょっと久美子の足を続いてみよう、そっから。けどここから、立ってるんですね。立ってる。そう、立って、そこで。こっちですね、多分久美子は。こっちじゃないと思う。そう、ね、うん、その辺やね。で、トーンってやった後に、椅子をどうぞってやらないから。で、ここで出てきて、みそれ、呪い塚先輩。そうそう。で、ね、なんで言うんですかって、眠れないから。で、トーンと。まずその曲やめて、嫌いって言われて。あ、そうですね、そうですね。その曲やめて、嫌い。そう、ザ・タンジンね。ああ。で、なんでここにいるんですかって、リズムゲーム眠れないからって言って座って、そう、で座って、どうぞですね。どうぞ。めっちゃ可愛いっす、どうぞ。ああ、いいね。で、クリントがリズムゲーム音なくてもできるんですかって言うけど、完全にフルしかったですね。そうですね。なんか水がまばたきしますよね。そう、一回だけまばたきして、で、その後、ね、コンクールって、嫌い？好き？とかな、そんなこと聞いてですね。おー、いいね、テンション上がってるね。で、こっちが花ですよね。そっち、うん、そう、花がそっちなんだけど、こっち白の花ですよね。でももう今もカレカレや。はい、これでも取っときゃいけないの。後で全部取ります。 OK、 じゃあとりあえず一旦切ります。はい、ここですね、今の女子風呂なんですが、一応ここね、こうなってまして、ここはあの職員の方が OK さえ出してくれば入れるんで、今あの、太郎猫じゃらしくんも今入って、みぞれが言う、そうですね、これですね、これに合わせて今椅子を並べたので、こういう感じで今椅子並べてます。ってことで、この後ちょっと座ってもらって、ちょっと感想をもらいましょう。じゃあちょっと、はい、みぞれの位置に座る、どうどうはいはい、どう感想は。なんかめっちゃみぞれの感じがします。同じみぞれの感じがします。みぞれの感じがする、はい、そうね、ちょっと一応鼻にあの顔が映さへんので、はい、こういう感じなんですよ。こういう感じになってますね。下向いてますよね。うん、なんかうつむいてるね。そう、で、優子が背後から優子が髪を拭いてくれてる。はい、ということで、今みぞれを味わってもらってます。ありがとう。ありがとうございます。はい、はい、ただ今研修室入ってきてます。はい、ね、1個だけ、はい、このね、3話の、これは10回投資の時かな、10回投資のシーンがね、これ、ここですね、これね、これここですよ、これここですよ、これで、あそこで飛鳥先輩が伸びをしていると、朝でね、で、なんだっけ、久美子が話があると、で、真面目な話なんで、そういうのいいですっていうところね、ここが。と、研修室入った感想は、入った感想は、仕切りがあります。そう、この仕切りがね、これがあるとちょっと難しい、撮影が難しい、今日残念ね。そのままだし、うん、まあまあそのままやね、でも、うん、はい、まあこっち側で、まあ、あの辺に滝先生立ってますからね。再現度って高い。そう、再現度高いよね。はい、ということで、今日はとりあえず、もうこれで全部回ったかな。でもあったかね、これで。もう見なくて大丈夫？いや、まあ、もうちょっと見る？オッケー、じゃあもうちょっと見ていきましょう。はい、一回切ります。はい、ということでね、アクトパルの中一通り見終えて、ちょっと最後にさっき来たのに写真をね、太郎猫じゃらしくんね。はい。はい、このここのカットを写真に撮ってなかったということで、最後にこのこいつですね。こいつですね。これがね、角度的には、あ、灰皿消えてるもん。この灰皿がここに、これ角度的にはちょっと斜めやけど、このね、左の柱が1本しか見えてないから、真ん中優子ちゃんでしたね、やっぱり。ほんまや、よう覚えてんな。こういう感じなのかな、から
はい、でここを取って今日のアクトパルは終わりです。あ、なんか消えた音した。大丈夫かい？土の上でよかったです、ね、いいね、連射してるね。はい、大丈夫です。はい、ということでこれでアクトパルの聖地巡礼終了。終了っす。ということでじゃあ感想を、もう UFO がそのままで、特に僕が一番良かったと思うのはみぞれ先輩のベンチと、いやですね、みぞれ先輩好きなんで、その好きなキャラの、好きな特シーンとかの場所がその再現されてるからめっちゃ面白かったです。よかった。だってベンチもそのままベンチめっちゃ座ったし、みぞれ先輩見えてましたもん、僕は感じてました。感じた。あの部屋も感じた。感じました。ちょっと髪乾かしたくなった。ちょっと匂いしましたね。ああいいね。風呂場でも風呂場でも。あ警察警察ついてからね。はい、ということでね、もうみぞれが一応、じゃあ最後にみぞれの魅力だけは語ってもらおう。ここが好きやっていう。あとはもちろん小動物っぽくて可愛いのはそうなんですけど、まあ、可愛いのと演奏の時のかっこいい表情とかの、このギャップが僕はめっちゃ好きっすね。このギャップとあと成長していったの強くなって感じ、演奏うまくなって感じ。わかる。でもギャップ、とにかくみぞれのギャップが好きです。一番推しやもんね。推しっす、ね、ぶっちぎりの一番っす。よかった。よかった。めっちゃよかったっす。ということでね、喜んでもらえたんでよかったです。じゃあちょっと最後に自分だけ映すわ。一回切りますね。はい、ということでね、11月の終わり頃っていうか、ほぼ20日過ぎてますけどもね、今日は気候がよく、すごいよかったです。やっぱこんだけね喜んでもらえるとね、もう案内しがいがあるなと思うんで。ただ今日はちょっとね、林間学校で小学生たちがめっちゃ来てたんで、宿のねちょっと見る時間がちょっと短かったんですけども、まあそれでもね、太郎猫じゃらし君はみぞれの場所はバッチリ押さえて行ったんでね、満足ということでした。もしね宇治に聖地巡礼来る方、ぜひですね連絡をもらえれば、まあ僕は都合さえ合えばアクトパル全然連れてきます。ちなみにここは公式のパンフレットかな、でもタクシーで片道3000円かかるみたいなこと書いてますから、遠いんですここは。はい、なのであとはもう細かいところもバンバン案内できますんで、何ぼでも連絡をよろしくお願いします。はい、ということでこの後移動します。はい、ということで、アクトパルからお届けしました。ありがとうございました。はい、暗くなりましたね。今もう5時11分なんですけどもね。はい、アクトパルからここに来ました。暗。はい、ここうわ、これあれや。出てこへん。あ、香里先輩のとこですね。そう。うわ、初めてやな。いや、感動ですね。優子先輩と、そう。はるか先輩が話してるとこですね。オーディションが。分かってもらえる。このシーンね、このシーン。はい、よいしょ。ほんまや、カットもちょうどやな。これね。おお、すごい。いや、すごいですね。よかった。ほらもうちょっと詳しくいくと、ちなみにここはね我々宇治市民は、僕に関してはね中学校の時3年間ここで合唱コンクールしてます。詳しくいくと このカットいってみましょう。このカットね。あ、このカットここ登って、はい、はい、ここ、はい、はい、ここどう暗いけど明るかった、完璧ですね。ねえ、あ、なんかめっちゃ夜になったら聞かない。撮れた？撮れました。 OK、 ということで、めっちゃ短いけどここどう、まあ、外だけなんですよね。うん、外だけしか入れない。で、あとはね、夏木が、はい、優子の背中にガシッて外から撮れるし、そこ行こうか。はい、じゃあちょっと次そこでも感想もらいます。あれは名シーンですね。あれ名シーンね。じゃあ一回切ります。はい、ということで移動してきました。はい、このね、この名シーンですね。夏希の背中にね、1期11話の、おかえりオーディションでね、背中にガシッと優子が飛びつくシーン。これがね、はい、じゃあここから、このね、こっから見て、うん、これ、ここもう暗いけど、いや、そう、これは分かります。いや、ここで見えてますね。夏希と優子が見えるでしょ、ここ見えますね。ちなみに私は2018年の10月にマジでこの椅子のあるここで大道芸やってます。実は中で、で今コロナで椅子増えてんね。あ、そうなんですね。実はここ当時はもっと少なかった、ね、そうそう。ほんで次外観行こう、はい、次外観行きます。外観見えるかな、暗いし。でも、まあ、ギリギリセーフ。ちなみにここの、図書館で俺は本借りてるから
ここら辺の人たちはみんなここに帰る。みんなここに来る。で、あとね、ちなみに、この階段降りて、はい、これはもう外からしか見られへんねんけど、はい、このレイナとクミコ座ってる椅子が、はい、ここ、この椅子。ああ、まあまあこのカットとかあるやつだ。まあ、一応この椅子ですよ。で、この横の電話わかる？わかります。この電話、これがここに映ってる。だからレイナとクミコはここで喋ってるからね。ですね、そのさっき言った裏切ったらの話。そう、うん、だってこれ愛の告白ね。うん、はい、でこの後に、外観行きましょう。外観、ちなみに、宇治にはジャグリングサークル指揮部というものがあってね、私の後輩が作ったんです。ここは後輩でもまだ25歳、今年25歳かな、黒沢智恵さんと同い年がこの中でね練習しておりました。この中でね、でこれを下がると、外観が暗っ、めっちゃ暗い。はい、外観がね、この外観ですね。こう映るかなこれ。いやめっちゃ暗い。え、こんな一瞬で暗なるこれ。めっちゃ暗い。これはいかんぞ。あ、暗っ。ちなみにね、これと同じ外観はね、あそこにある街灯越しから見える。はい、行ってみましょう。暗っ。これいかんだこれ。で、さっきの、優子たちの、香織と優子が喋ったのが向こうです、ね。はい、この街灯越しから風強っ。はい、見ると、はい、これ。わあ、緊張。これですよ、これですよ。これですよ。オッケー。はい。ということで、まあ、あっという間だけど、初めての国家センターの感想は。まあ、よかったですね。ユーコスと夏希が見えました。見えた、はい、よかった。クミレもあの椅子に見えた、はい、よかった、はい、これが暗いからかすかにしてそうやね、あれはもう昼じゃないとね。暗くても早い、早いな、はい、ということで、もう、我々はこの後大前相談所に行きたいと思いますんで、今回の聖地巡礼動画はこの辺にしたいと思います。ありがとうございました。